こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、YouTube を中心にインターネットビジネスをね、やろうとしている方、もしくは取り組み中の方で、まあ、どうしてもね、なかなか続かないとかね、疲れてしまってとか眠くなってしまってみたいなことがあると思うんですよ。で、私ね、よく思い出すんですけども、サラリーマン時代、なんかね、3ヶ月ごとに資格試験があったんですよね。まあ、いろんな試験があるんですよ。社内資格試験もあるし、一般の検定試験みたいなものもありますしね。私はスーパーマーケットに勤めていたので、それこそね、食品衛生に関わるものとか、販売とか経理、それから総務、こういったね、無数の資格っていうのがあって、それを連発で取ることを義務付けられた思いがあります。もちろん受験するかしないかっていうのは個人の自由なんで、出世を求めない人とか個人的な成長を求めない人は試験の機会を放棄するとかね、断るという選択も当然あるんですよ。で、私の場合は全部受けたわけなんですけども、まあ、受験者っていうのは、ね、どういうふうな環境になるかっていうと、日々の業務っていうのはあるわけですよ。特に私の勤めていたところは、まあ、早くて12時間、通常で16時間の勤務でした。もちろん自主的労働とみなされてはいましたけどもね。だからね、月間で200時間ぐらいの残業時間オーバーは別に当たり前で珍しくもなんともなかったです。その合間を縫って受験勉強もあるわけですよ。まあ、でも私の場合は資格試験はほぼ全部突破しましたよね。やっぱりね、資格が欲しいかどうか、どのくらいなのかってことによると思うんですよ。で、当然ですけども、時間は限られてますんで、試験勉強しようと思えば何かの時間はなくなってくるわけですよ。でも削る時間というのは必ず見つかります。私はですね、代々木ゼミナールという予備校に行って、まあ、大学に入るまで1年余計に使ったんですけども、この代々木ゼミナールで教わったタイムマネジメントスキルっていうのはね、かなり高くて今にも影響を及ぼしているかなと思います。昔からよく言われるように、4等娯楽みたいに睡眠時間を削れみたいなことは全くなかったです。ただしっかりと寝てね、8時間9時間寝て、寝てる間に短期記憶が長期記憶にこう変わっていくっていうんですよ。だからその寝る時間は絶対に確保する、それも受験勉強の一つだというね、そんな意識でございました。で、私がサラリーマン時代にはとてもじゃないけど8時間を睡眠できるようなね、そんな勤務体系ではなかったんで、もちろん4等娯楽みたいな感じで3時間睡眠4時間睡眠が当たり前にはなっていたんですけども、ただそれ以上に睡眠時間削れないわけじゃないですか。まあ、ですんで、どのように学習を進めていくかってことがポイントになるわけですよね。まあ、ですからね、効率の良い勉強方法はないんですけども、その代わり1日に30分って決めたら、何があっても30分はやる。その30分を確保するためにはもうね、電話もしないしトイレにも行かないみたいな感じだったと思いますよね。ちょうど孫正義さん、ソフトバンクのグループの社長の孫さんが言われてましたけども、私は誰よりも勉強時間を持ってきた、それは自負があると、食事をしている時でもトイレに入る時でも必ず勉強してきたって言うんですよね。こういった本とかをね、孫さんの場合は本とかを持ち込みながらトイレや食堂に行ったというふうに私は想像するんですけども、今の時代ね、スマホがあるんで本よりももっと簡単で効率の良い勉強ができると思うんですよ。多分ね、孫さんがこういった本をいろんなところに持ち込んで勉強がしにくいという不自由を考えたんで、こういった発想になったと思いますけども、何が言いたいかって言うとね、やっぱりね、どのぐらい状況を変えたいのか、どのぐらい自分の人生に本気なのかっていうレースをしてると思うんですよ。疲れたぐらいのことでしんどいなと思ってやめてしまうでは、もう本当にね、鉄の意志を持った人には勝てないんですよ。ですから戦う相手っていうのは世の中無数にいます。まあ、どこまでね、我慢した人とかね、どこまで工夫した人が勝つかっていうことになるのかもしれませんけども、まあ、自分のペースでやってるうちは自分のペースの人生になっちゃうだけだろうなと思いますよね。まあ、ですんでね、体を壊すまで無理をしろとは言いませんけども、本気で自分の人生を見出したいのなら本気でやるしかないのかなと、月並みの言葉になりますけどね。だからいまいちね、人並みに疲れて人並みにやめてしまえば、それは人並みの結果しか出ませんので、特別な人生を送れないかなってところなんですよね。まあ、だからといって私がね、それをやり込んだといって自慢するわけではないんですけども、まあちょっとね、挫折するのが早いかなという印象はありますね。恥ずかしながら私もね、速稼塾というビジネス塾をやっていますけども、塾に入るほどの情熱がある人があまりにもちょっとね、折れやすいんじゃないかなっていう部分もまあ見るわけですよ。私の来てくださってる速稼塾の塾生さんには、本気で人生を変えたい人ぞろいだと思っておきたいなと思いますんで、
まあ、これからの、ね、展開もちょっと楽しみにしたいなというところと、あと一つね、私の焚き付け方もまだまだ甘いのかなというところありますよね。私ももともとね、隠居してるわけではないですからね1日16時間勤務の麻雀店の、ね、オーナーですからね。16時間本当に店開いてるわけですよ。どういうことか分かります？店内で私は麻雀してるわけですよ。それが終わってからネットビジネスとか YouTube とか、当時の環境の悪い時にやっていたわけなんで、当然スマートフォンのバージョンも 3GS とかいう時代ですよ。確かね、 iPhone を私が最初に手にした時もっと大きかったような気がします。ぶっとくてね。でガジェットも何もないですし、アプリなんてのもそんなに出てないんですよ。まあ、そんな中でもチャンスが見出せたというところがありますんで、今はもっともっとね、やりやすい部分はあるんじゃないかなと思います。ただ皆さん個人個人の暮らしっていうのは私も見えませんので、どのように工夫すればそれが成し得るのかってことははっきりとは分かりません。まあ、ですんでね、コンサルという形でライフスタイルですとかね、自分の体力面とか資金面とか余剰時間の面とかっていうのを細かくお知らせいただければ解決できていけると思うんですよ。この半年間ですけども、生活保護の方の副収入っていう形でね、随分成功事例が上がってきたので、多分ね、単純比較ができないんですけども、多くの方は定職を持たれてるんですよ今ね。だから生活保護の環境の方よりは有利なんではないかなと思います。もう負けないでほしいなと思いますね。って言っても勝負ではないんですけどもね。でも生活保護の方でも本気で自分の暮らしを変えよう、本気で収入を取らないと、もうこの先を真っ暗だと思うから頑張るんですよね。でも下手に固定の収入があると、まあ、1ヶ月経ったらまた給料が入ってくる、また明日も出勤する場所があるっていうところのありがたみが薄れるのかもしれないですね。まあ皆さんご存知のように、私のことをまた話して恐縮ですけど、私は職場がないですからね。私を入れてくる会社もないんですよ。だから自分のこの今目の前にあるこの環境が全てですからね。私に言わせればこれが全てですよ。私の資金源の全て、収入の全て、ここがもう座りっぱなしですよここだけですよ私は誰に会うこともなく、上司もなく、部下もなく、指示もどっからも飛んでこないというね。何なんですかねこれはね自由と言えるのかもしれませんけども、なんか取り残されてるような気もしますねはい、すみません、以上でございます。また動画上げますんでね、見てください。